菓子工房聞きの天眼です。今週はですね、今行われていますタルトフェア、パイフェアの方のご紹介をしたいと思います。単品タルトが9種類、ホールが3種類、焼きたてのパイの方も様々な種類ご用意してお待ちしておりますよ。さっぱりとしたレアチーズのキリタルト、濃厚なチョコのチョコタルト、パイナップルを黒胡椒で和えた黒胡椒パインのタルト、チョコの生地とマロンクリームを合わせたタルトショコラマロン、たっぷり木の実を使った木の実のタルト、少し大人向けのティラミスのタルト、いちごをふんだんに使った赤いベリーのタルト、シャインマスカットのタルト、今が旬の巨峰を使った巨峰のタルト、このタルトの中から今旬の素材を使った2種類のタルトをご紹介したいと思います。タルトショコラマロン400円、粉を使用せずに焼いたチョコレート生地の上にマロンクリームとチョコムースを合わせたサクサクタルトに仕上がっております。今の時期栗がとても美味しいのでぜひお試しください。続きまして、シャインマスカットを使用したマスカットのタルト、ジューシーでみずみずしいマスカットとサクサクのタルトの生地の相性が絶妙です。こちらもぜひお試しください。はい、ではホールの方のケーキもご紹介したいと思います。タルトポワール、自家製の洋梨のコンポートを1台になんと約3個分も使用した洋梨の香り高いタルトに仕上がってますよ。中にはアーモンドクリームなども入っておりますので、タルトの生地と洋梨のバランスが絶妙な仕上がりになっております。続きまして、タルトアンコリ、サクサクのタルトにフィナンシェ生地を流し焼きました甘酸っぱいタルトに仕上がっております。サクッとしたタルトとしっとりとした生地のバランスが絶妙なタルトです。続きまして、そのタルトアンコリをいちごにアレンジして食べやすく仕上げたタルトになります。いちごがたっぷり乗ってるので見栄えもしっかり、ボリュームもあるタルトに仕上がっております。人気のパイシリーズにですね、フェア限定でですね、キャラメルバナナのパイの方が新登場しております。さっくりと焼き上げたパイの中にキャラメルを入れてキャラメリゼしたバナナで仕上げました。こちらはアップルパイ、マロンパイとぜひ一緒にご購入いただければと思います。タルトフェアは9月の12日から9月の25日の間で実施しております。菓子工房キキでお待ちしております。